割と、これはね、大学に限らず、いわゆる教育業界全体に言えることじゃないかなと思うんですよ。思ってることがあるんですよ。で、これはね、正直僕的にはあまり好きじゃないんだけれども、まあ、どういうことかっていうと、だ、まあ、ええー、と、そういう教育業界っていうか、まあ、学校とか塾とかっていうのが大きく分けて、先生と職員さんっていうふうに分かれるんじゃないで、なんとなくね、先生のが上なんですよ。なんとなく職員さんのが下なんですよ。 で、これはね、僕はおかしいと思っているんですけれども、やっぱりその上下ではなくて右、まあ、シティは右左みたいな感じのね、横並びじゃないかなと思ってるんですけれども、なんかね、僕が予備校にいた時にもそういうことを感じていたし、えー、今の大学に来てからも、あるいは僕が高校で教えた時にもそういうことを感じていてね、なんかそれはなんだろうな伝統的に何かそういう意識みたいなものがあるのかなえなんか、 ちょっと嫌なんだけども。例えばね、どういうことがあるかっていうと、まあ、あの、雑談動画の中でこれまで言ってきましたけれども、僕は今の支援センターっていう部署に10年目なんですよね、関わるようになってから。8年間副所長っていうのをやって、そして、えっ、ー、と、署長になって、まあ、今2年目になってるわけですけれども、副所長の時に、まあ、あの、その支援センターには課長さんが3人いるんですけども、その時、当時、 当時っていうか、一番最初に、その、ある、その三人のうちのある課長さんがね、まあその当時で、もう60近い方だったんですよ。つまり僕よりも、まあ結構上なんですよ。具体的に言わないです。まああの、僕の年齢を公表してないとかね。僕よりも、まあ、もうはるかにも兄2位さんなんですよ。なんなら師匠みたいな感じのレベルの人なんですけれども、僕がその副所長席っていうところで、まあちょっと仕事をしていたらね、ふって、 ま、隣に当時、その課長さんの席があってね。で、降って立ち上がってって、あ、なんかど、なんかどっか行くかなと思ったらね、帰ってきた時にね、お茶持ってきてくださったんですよ。おじさんですよ。結構いい年のおじさんですよ。で、それはね、いらないだろうって思ったんですけれども、なんかね、その方は、なんかそういうことを気にかけてくださっていて、僕がやっていた仕事がね、ちょっと行き詰まって、こう、 悶々としてるじゃないけれども、しているのを見てね、そういうふうに気を使ってくださったんだけどね。まあ、あの、今、でもこの方いらっしゃいますよ。結構まあ、上の地位に今いらっしゃいますけれども、ちょっとね、そういうのはいらないかなと思ったんですけれども、まあ、美味しくお茶いただきました。美味しくいただいたんですけどね。なんかね、あの、職員さんでね、この、我々教員のことを立ててくださる方ってのも結構いらっしゃるんですよね。 で、例えばね、今のそれこそ支援センターにいるある課長さんもですね、同じで、あのー、今僕も昨日か一昨日の動画でも言いましたっけある学科の先生が授業動画を75テイク撮ったっていうような話を話をしましたけれども、もともとそのうちの部署が、その授業動画撮影の支援もやっているし、僕自身が自分の学科の紹介もしないといけないっていうことでね、僕自身が自ら実験台になって の確認であるとかねしたっていう話を確かしましたけれどもまあそういったこともあって僕はかなりの抵抗を取ってるんですよ僕も多分ね80ぐらい取ってると思うんですけどすでにでねなんかねあのー、だからそのうちのスタッフの皆さんとか職員の皆さんはね僕のその動画を結構見てるんですよ嫌でも 別に見たくねえよみたいな感じかもしれないですけど、見てるんですよ。その光の加減であるとか、そのモニターの映り具合であるとか、カメラの角度とかね、椅子の高さとかね、いろんなもの確認するために、僕の授業動画を相当回数見てらっしゃるんですけどね、しまいはね、こうしたらいいんじゃないですかっていうアイディアが出てきてね、もうほとんどそのね、アイディアはね、ボケなんですよ。ボケなんだけれども、僕の中では、 ある一つのストーリーがあって、漫才のネタとかで回収っていう言葉を知ってます。最初にこう、初期の頃に出してあったキーワードとかキャラとか何か設定みたいなものが終わりになって、 って話が繋がってくるみたいな回収って言ったりしますけれどね。そのね、僕がもともと作っていた、その授業、動画用の授業の話っていうのはさ、まあ昔その新作っていう雑談とかで入りましたけど、まあ新しく作ったネタなんですけれども、最初に振ったネタが、まあある意味、こう振りがね、最後の最後にちょっとした、ほんのちょっとしたね、 オチみたいなのがあるんですけれども、そこに今、まあ、繋がるっていうリンクがあるんですけれども、そのオチについてね、もっとこうしたらいいんじゃないですかっていうふうに <laughs> 言い始めてね。いやー、まあ、ちょっと、そのアイディアは僕の中になか,っあなかったわけではないんだけれども、そう言われたらやるしかないでしょ、みたいなね、感じですね。だから、えー、9月2日、明日、また撮ります。もうちょっと撮ってね。 ま、あの、3センチっていう雑談動画でも話の続きにもなりますよね。3センチの時もね、結構その同じ人からね、こういうのはどうですかっていう、あの、ここ気になりますって言われた人なんですけども、気になるとか、ここの指摘をした人なんですけどね。いや、もうね、うん。皆さんに火がついたみたいなのでね、これはね、あの、一緒に燃えますよ。うん。ほんじゃまた。